皆さんこんにちは、ロサンゼルスロコユタです。今日はドライブを兼ねて1日サンディエゴに小旅行に行こうと思っています。サンディエゴはロサンゼルスから車で2時間ほどのところにあり、さまざまな観光名所が広がっています。ロサンゼルスからサンディエゴまでは高速で一本道なので、日本からご旅行にいらっしゃる方もレンタカーをされてドライブを楽しまれるのもいいと思います。それでは行ってみましょう。アメリカは日本と違って右側通行なので、高速は左側に追い越し車線があり、右側は走行車線となっています。高速によっては一番左のレーンは渋滞緩和のために2人以上が乗る車が走行できるカープールレーンがありますので、標識と見逃しのないようお気をつけください。お手洗い休憩にしてるんですけど、こういうマップを見つけました。カリフォルニアの面積は日本の国土の約 1.1 倍で、日本よりも大きいんです。ロサンゼルスはこの下の方、ここです。でサンディエゴがここです。もうすぐその下にこのラインがメキシコとのボーダーになります。私のお気に入りの観光スポットのカブリオ国定公園は市街地から30分ほど離れてはいますが、太平洋とサンディエゴの街並みが一望できる穴場スポットです。こちらの公園は1542年、現在のアメリカ合衆国西海岸に初めて上陸したヨーロッパ人探検家ワン・ロドリゲス・カブリオから名前を取っています。公園内にはいくつかのハイキングコースがありますが、ビジターセンターから10分ほどのところには1800年代の灯台を再現して修復されたレトロな灯台と太平洋が一望できるポイントがあります。12月中旬から3月下旬は太平洋コウクジラが回遊してくるシーズンでもあり、この岬はホエールウォッチングには最適です。双眼鏡を持っていくといいと思います。ビジターセンターでも貸し出しがあるそうです。
初心者向けのコースタルトレイルはカリフォルニア屈指の潮だまりスポットです。見学は OK ですが、海洋生物に触れないようにという注意書きがあります。トレイルを歩いていくと、長年によって波で削られた海岸が続いており、古い地層は7000万年前にも上ります。サンディエゴの港にあるひときわ大きなこの船は、ベトナム戦争をはじめ47年間現役活動した後、博物館となっているミッドウェイ空母です。そのすぐ隣にあるハーバーパークには、ひときわ目を引く銅像があり、多くの方が写真を撮っています。第二次世界大戦が終わった日に、ニューヨークタイムズスクエアで撮られたこちらの有名な写真、アンコンディショナルサレンダーの銅像は、キッシングスタチューとして人々に親しまれています。港の近くにあるウォーターフロントパークでは、サンディエゴ国際空港に着陸する飛行機を間近に見ることもできます。ここに固まってみんな寝てますね。あったかいのかな。今回はクローズのため行けませんでしたが、ラホヤにあるこちらのギフトショップ内からは、海へつながる洞窟に入ることができ、このような景色が見れます。車で2時間ほどのところにあって、1日でたくさん回れました。
本からロサンゼルスにいらっしゃる方もレンタカーをすれば1日で小旅行できます。皆さんもぜひいらっしゃってみてください。と昼間にはすごく暖かいんですけど、夕方にはかなり風が強くて寒くなるので、ジャケットを忘れずにお持ちください。それではまたお会いしましょう。